おはようございます。男性カブスです。今日も自転車でね、走っていきたいと思います。天気もめちゃくちゃいいです。ゴールデンウィーク、僕にとっては初日ですね。今日はこのままこの矢別峠に久しぶりにね、登りに行こうと思います。まあ特になんか理由があるわけではないんですけど、ちょっと思いつきで今日は矢別峠に行ってみようかなというところですね。まあ天気もいいですし、風もあんまりないんで、まあ気持ちいいライド日和になるんじゃないかなという気がします。じゃあ早速走っていきましょう。なんか最近インスタグラムとか見てたら、すごい矢別峠登ってる人結構多いんで、あれなんで浦和別開通したのかなと思ってたら、なんか3月にとっくに浦和別が開通してて、先週知って、じゃあ久しぶりに行ってみるかということでございます。これは今青葉台の方に向かって走ってます。この道通るの初めてだな。今環状4号ですね。この道で矢別に行くのは初めてです。結構いつも遠回りしてたな。なんかこの辺は雰囲気おしゃれですね。なんとなくですけど、青葉台の駅を通過。あ、この道に出るんだ。この道めっちゃ早いやん。いつもめっちゃ遠回りしてたやん。いや、ちょうどいい気温です。めちゃくちゃ気持ちいいですね、やっぱこの季節は。実は2週間ちょっと前にふくらはぎを痛めまして、結構まともに走るのは今日久しぶりです。2、3週間ぶりかな。もうすぐ瀬谷のあたりですかね。今ね、富士山もくっきり見えてます。さて、瀬谷のあたりまで来たので、ここからね、境川に入って南に下っていきましょう。少し、まあほんの少しですけどね。で、また境川途中で抜けて、そこからまた西の方に進んでいって矢別峠ですね。じゃあこれを右に曲がりますか。ということで、境川と合流、これを左に曲がります。あー、ポカポカですね。あったけー、長野走りてー。今月、アルプスあずみのセンチュリー以来とか、5月21日にあるんですけどね、久しぶりにちょっと走ろうかなと思って申し込んでます。久しぶりの長野なので非常に楽しみです。ちょっと矢別峠行くの久しぶりすぎて道わかんないかも。どこを右に曲がるんだっけな、ちょっと忘れてしまいました。いや、もうちょっと先のはず。なんか道がこんなんだっけな。こんな右に白い壁あったかな。あー、これ道間違えた説あるか。ちょっと南まで行き過ぎたか、これ。あ、いや、行き過ぎてなかった。あの道だ、あの道、あの目の前の橋を、橋のかかってる道を右に曲がります。よかったよかった。てっきり行き過ぎたかと思いました。よし。ちょっと映ってるかどうか分かりませんけど、目の前にめちゃくちゃ富士山綺麗に見えてます。こんな綺麗に富士山見えることあるかってぐらい。いやー、今日山中湖とか行ったら景色綺麗だったんだろうな。じゃあ今のところは快調に進んでます。あと15キロか20キロぐらいですかね、矢別峠までは。入り口まではですけどね。いやー、気持ちいいですね。もう一生ゴールデンウィーク初日だったらいいのに。ちょっとここらで休憩してきますか。まだ矢別までは10キロぐらいありますけどね。ちょっとお腹が空いてしまいましたんで、この辺で休憩してみましょう。わー、唐揚げ美味しそう。いいところにセブン入れがあります。と言いつつ、いつものセブン入れです。いや、ほんとね、いいとこにあるんですよ、このセブン入れが。セブン入れって言わないですよね、関東の人はね。関西ではセブン入れと言うんですが、関東ではセブンと言います。こちらでー。ということで、ちょっとだけ休憩していきましょう。よし、ということで休憩もしたんでいきましょうか。まあやっぱ結構今日自転車多いですね。走ってる人よく見かけます。もしかしたら矢別の上の方も大混雑かもしれませんね。ようやく景色がそれっぽくなってきましたね。いい感じに開けてきました。ちょっと富士山の先っちょを見てます。ようやく伊勢原の方まで来ました。もうちょっとで矢別峠です。ちなみに私は矢別峠だいたい全力で登っても55分ぐらいかかるんで、今日はね、まあ、いや、毛が上がりと言いますか、病み上がりと言いますか、久しぶりのロングということで、まあ、ゆっくり登りたいと思います。矢別手前の坂に差し掛かりました。
この坂が地味に足を削られるんですよね。きつい、痩せちゃうよこんなきつい坂。はあ、いやー登り切りました。このトンネルを抜けると富士山が見えます。ああもう見えてるわ。すごいね、雲一つないですね今日は。はあ、いい景色ですねここまで来ると。よし、ということで長抜けのコンビニ、ちょっと補給だけしていきましょう。疲れた、疲れました。なんか矢光から下ってきてる人いるな。もしかして浦和矢光行けないのかな。それちょっと行きましょう。ここから1時間苦しんでいきましょうか。一応矢光はねこのちょうど交差点ですね、長抜きの交差点をスタートしてだいたい12キロぐらいですかね、ざっくりと。それぐらいの登りです。めっちゃ人いるな。さて久しぶりの矢光峠、何分かかるんでしょうか。いや1時間ぐらいでは登りたいな。あで結構体重的には重量級なんでね、ヒルクライマー得意ではありません。さてさてこの辺りから矢光で一番きつい身の毛でしたっけね、区間に入ります。まだ登り始めて10分ぐらいのところにいきなり一番きつい坂があります。余裕のインナーローです。あっつそんでめちゃくちゃ暑い。しんどいマジで。あこっからですね。あーやばい、とんでもない坂が見えます。さっきパトロールカーとすれ違ったんですけど、ヒルクライムに夢中になるあまりカーブで膨らみすぎないように注意してくださいみたいなアナウンスを流してましたね。分かってんな。いやマジきつい。よし、なんとか身の際登り切りました。ここからちょっと息を整えて登りたいところです。きつすぎる。よっしゃ、ちょっとこのドアンツのところもきつい。こっからしばらくはまあ普通のシャドウが続きます。あーきつい。アマチュアで登ってるよおじさんが。電動じゃないよなあれ、普通のアマチュアでした。すげえ、さすがにきつそうでしたね。キャラ涼しい、ちょっと涼しくなってきた。この辺まで来るとね、矢別は結構日陰が多くなるので結構涼しいです。ここはちょっと休憩ゾーン。このデコボコゾーンが嫌い。しゃあ展望台まで着いたということは、ここからあと 3,4 キロほどで頂上ということですね。頑張ってみましょう。なんかランナーが多いです今日は。終盤のちょっときつめの区間も終わりました。こっからはあんまりきつい区間はあんま記憶ないんだけど、どうだったっけな。ここまずまずきついな。それにしても結構下ってくる自転車が多いです。やっぱ浦和別止まってんのか、それとも向こう側から越えてきてる人がいるんでしょうか。もうそろそろちゃうか。OK、 なんとか1時間は切ったかなってぐらいですね。あしんどしんどすぎる。マジでよかった。やっぱり人が多いですね今日は。よいしょ、あもう足プルプルしてます。写真いっぱい飾ってる。いやなんか見たことあるなこの人たち。今日は人多いですね本当に。賑わってます。
さて、ぼちぼち下りますか。さすがに山の上は寒いです。ちょっとジレを着て下っていきましょう。あれ、閉まらない。じゃあ宮ヶ瀬の方に下っていきます。どうやら裏恵比寿はエペル通るらしいですね。安心しました。寒い、めちゃくちゃ寒いです。いやー気持ちいいですね。ちょっと寒いけど。あれ、なんか落ちたよ。水筒落ちたよ。先ほどなんと頂上で視聴者の方に声をかけていただきました。人生2回目のハプニングです。いやでも嬉しいですね。やっぱりね、見てくれてる人がいるんだなと感じることができます。いやー浦谷別荘すごい登ってきますね。人がめちゃくちゃ自転車とすれ違います。いや全然温度が違いますね、表と裏だと。こっちはめっちゃ寒いです。ちょっとずつ暖かくなってきました。いややっぱこの辺いいですね。全然雰囲気が表とは違います。会長会長。よいしょ。藤の花が綺麗に咲いてますね。そういう季節か。結構対向車が来るんで注意が必要です。自転車、バイク、車全部来ます。いや、いいトンネルだ。さあ、だいだい下り終わってきましたかね。もう標高も284メートルまで下がってきました。まもなく宮ヶ瀬湖です。この交差点を右に曲がっていきましょう。で、下り終わったということで、これからね昼ご飯を食べに行きたいなと思ってるわけなんですが、今日の昼ご飯はちょっとカレーにしようかなと思ってます。開いてるかわかんないですけどね、お店が。まあ何のお店に行くかはついてからのお楽しみということにしましょう。とりあえず沖ノ湾方面に向かいます。なのでここから橋を渡って突き当たりを左かな。おお、宮ヶ瀬に着きました。ということで、山彦大橋の交差点か、このサンスタロを左に曲がって、でダムがあるんですよね、こっちに行くとね。宮ヶ瀬ダムがあるんで、宮ヶ瀬ダムの中を横断して向こう側に抜けましょう。
いや、めちゃくちゃ混んでました。宮ヶ瀬ダムの駐車場が満車です。さすがゴールデンウィーク、こっからは徒歩でございます。さあ来ました、わーたけー、わ怖い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 、高所恐怖症なんでね、これを練習しましょう。ゴール。はい、ということで宮ヶ瀬ダム通過でございます。よし、ここから再び自転車に乗ってカレーを食いに行きましょう。いや、こちら側の眺めもなかなか絶景ですね、今更ですが。おお、結構風が出てきましたね。わー、風が強い。いいですね。この辺には服部牧場っていう牧場があって、まあ、それもあってか人が多いです。賑わってます。服部牧場、だいぶ昔に1回だけ行ったことあるんですけど、もうちょっと覚えてないですね。そしてこの坂を下って、まあ、左に曲がるとね、荻野パンなわけですが、今回は右に曲がります。こっちかな、これを左に曲がって、で、どこ、ちょっと調べましょう。かな、どれおー、こっちかな、旗渡ってるんだけど、いや、ありそうでない。なんか人がいる。あ、これだ。いや、混んでるわやっぱ混んでるね。ようこそ山の神へということで、うわ、おしゃれだわ。きたー、めちゃくちゃ美味しそうです。4種類のカレーいただきます。ということで山の神カレーさんでした。山の神かな、名前は。ちょっとね、分かりづらい場所にあるんで僕もちょっと迷っちゃいましたが、いや、めちゃくちゃ美味しいカレーでしたね。4つのカレー、マトンとチキンと野菜と、もう一つ何だったかちょっと忘れちゃったな。ちょっとね、これはまた来ないといけませんね。ということで、こっからはあと家に帰るだけです。なんですが、いきなりちょっとね、坂を登らないといけません。ちょっと荻野、どうやって帰ろうかなと思ったんですけど、荻野パンに登り返してそっち方面から帰るしかない。よいしょ。一応道順的にはこう来て、まあ、一応ね、案内が出てるんでこんな感じで、一応案内が出てるんでね、それ見れば何個かたどり着けるんですけど、ちっちゃいんで気づかないかもしれませんね。で、これ左に曲がると、すると国道412号線ですね。で、これ右に曲がると荻野パンです。ちょっと行きましょう。左側に今見えましたけど、ずっと美容院だと思ってた俺これ美容院だと思ったら、ステーキ屋さんでした。いや、佇まいが美容院なんだよな。次はこの坂、シャドウがきつい。よいしょ。ということで荻野パンに到着ですが、ここはちょっとスルーしていきましょうかね。今日はやっぱり荻野パンめっちゃ人いましたね。めちゃくちゃ混んでました。おー、涼しい。もう一生これぐらいの気温であってほしい、マジで。気持ちよすぎるな。ということで、あっという間に大根まで帰ってきました。一気にワープしましたね。はあ、疲れた。
やっぱり久しぶりに走ると結構きますね足に。距離的にはまだ110キロぐらいしか走ってないんですけど結構疲れてます。もうあとはね、尾根上爆走して帰るだけなんで、もう一頑張りいきましょう。やべえな、体力戻していかないとダメですね。帰ってきた、帰ってきた、玉川に帰ってきました。いやー疲れたな今日。まあでも思ったより走れました。久しぶりの割にはよかったよかった。いやー今日も玉川は平和でございますね。はい、ということで帰ってきました。今日はねもうこの辺で終わりにしようかなと思います。動画の方は今日はね結局矢別峠まで行って、で宮川瀬でねカレーを食べて帰ってくるというライドで、で130キロぐらいですかね距離になりました。これで獲得標高どれぐらいいったんでしょうね。1486メートル、結構登ってます。ちょっとね 2週間ちょっと前ぐらいにふくらはぎを怪我して、そこからしばらく走ってなかったので、まあその割には今日はよく走れたんで良かったかなと思います。これから毎週走ってまた体力を戻していきましょう。はい、ということで今日は以上になります。天気も良くていいライドでした。お疲れ様でした。